牛田駅は愛知県知立市牛田一丁目にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH18。原則として普通列車のみが停車するが、平日の朝に下りの準急が一本だけ特別停車する。相対式2面2線の地上駅。ホームは6両分。駅集中管理システム導入駅であり、駅舎は上下線で別々になっている。 近くに踏切がないため、双方の駅舎は改札外の地下道を介して連絡している。なお、駅集中管理システム導入以前から駅舎はあったものの導入に際し建て替えられた。改札内にトイレは設置されていないため、改札外にある公園の公衆トイレを利用する必要がある。なお自動販売機は各ホームに設置されている。 どちらの改札口にもボタン式の自動券売機とタッチパネル式の自動生産機とマニカ入金機がそれぞれ一台ずつ設置されている。牛田駅の年間乗車辞任の水屋さは名古屋方面への通勤客や愛知県立地流東高等学校への生徒などでにぎわう。かつては当駅知流駅間に知流信号所東知流駅が存在した。 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、866ページ。AB テラダ一、1海底審判データブック日本の私鉄猫パブリッシング、2013年、254ページ。ISBN 978から47億7701万3364。鉄道記録帳。 レールファン第51巻第12号、鉄道友の会、2004年12月号、28ページ。名古屋本線神宮前駅東岡崎駅及び、新川橋駅に共通 SF カードシステム、トランパスを導入します名古屋鉄道、2004年8月25日、AB、牛田路線一覧。名古屋鉄道、2021年10月3日閲覧。 電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、間末折り込み、名古屋鉄道配線略図愛知県討経年間、名鉄120年市編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報線で部。 名古屋鉄道百年市名古屋鉄道1994年651から653ページ令和2年度移動等円滑化取り組み報告書名古屋鉄道2021年10月3日閲覧ありがとうございます